あれなんかゆったりしてますね、今日は。撮ってますよ。ゆったりしてますね。ちょっと落ち着かんで。落ち着かんで。疲れたとかじゃないですよね。疲れてないですよ。落ち着くだけです。はい、じゃあ、1時間目始めます。よろしくお願いいたします。はいはい、じゃあ、今日はまた、ことわざシリーズ。はい。第4。第4弾。第4。はい。はい。ですね。はい。じゃあ、第4。今日は何かというと、はい。じゃあ、はい。あの、言ったっけ、1時間目です。言った。大丈夫。じゃあ、うん、はい、それで、あの、はい、今日は、なんかまとめて撮ってるわけじゃないですよね。疲れてないですよね。全然疲れてない、はいはい。じゃあそれで今日はあのこのことはじゃあ制裁ポル余分かじかんだっていう制裁ポル余分かじかんだ余分かじかんだ制裁は3歳ポルは癖そう制裁ポル3歳の癖、うん、40、60、うん、まで行く、はい、ほうほう、どういうこと？そうなんですよ。3歳の癖に60まで行く、そう、 癖っていうか習慣です、習慣。あ、3歳の癖、そう、はい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 、3歳で身についた癖はなんていうかな、日本語だってなんかあるな、60まで行くっていう、うん、でそれで、制裁ポル、ポルっていうのがこう、うん、癖とかそういうなんかですね、習慣とかですね、うん、それで夜分、まあ、6時ですね、で、まで、ガジ、うん、で、カンダ、行く。三つ子の魂、なんとかとか言うかな、なんか言うかもしれない、うん、でも忘れてた、忘れてた。でもやっぱりこう海外で長く行くとね、うん、やっぱそういうのが特にね、そう、あんまり言わないからですね、言わないしね、言ってもなんかへーみたいな、なんか不自然でしょ。でもあのこれ言葉の勉強するためにまあ、ただ確かに英語のなんか言葉とか面白いですね、見てるとね、僕もちょっと前に言ったんだけど、はいはい、だから感じで、まあ結局3歳のぐらいでも身につけたその癖は、うん、6になっても変わんないってことですよ、うん、だからそのなんか習慣の大事さを言うことですね、はいはい、例えばなんか0歳の時にもおっぱいすることに、うん、癖になって、いや、なんでもないです。はい、なんでもないです。どういうことですか？はい、なんでもないです。ってことで、その習慣をちゃんとうまく、はい、まあ、本当に僕は思うの、勉強もね、はい、あのもう習慣になれば楽ですよ。確かに。うん、みんななんかこう、頑張ろうって、はい、するより、自然に、じゃあもう自然に今日もやろうかとして、はい、楽にやる人がやっぱりこうできる。例えば、レオ君、どんなことしてるんですか？え？あ、あの腕立てとか？腕立てとか運動とか、はいはいはい、あの高級運動とか。呼吸はもう習慣とかじゃないけど普通でしょ、普通すぎるでしょそうなんですね、だからそれ、まあ、僕もあの、まあ、中学生からしてね、ちょっと、はい、まあ運動、はい、まあ、そんなに僕も、はい、まあ、チーム通って、はい、もうムキムキするじゃなくて、はい、家でのチームのすごい弱かったんで、はい、健康をなんか守るためにね、はい、それでちょっと毎日20分30分しかやってなかったんですよ、はいはい、でもそれが1日10分20分だけだから、はい、もうそれが続いて今までもう19年間ちょっとやってる、腕立て腹筋ね、やってる、やってますか最近？やってます僕はそれ本当にそれはね面白いな、習慣、うん、習慣になったらもうやめらんない、寝る前そうしないと寝れなくなっちゃうんですよ、はいはいはい、で僕はちょっと心配なのは、もし僕は結婚するとしたら、はいはい、嫁さんが隣で動きしたりとか、はいはい、腕立ったりとか、あんた何やってんの早く寝ろって言われば早く寝ろなんかしないですね、はい、まあ、奥さんの上で腕立てすればいいじゃん。何してんの？それは違う。レオ君想像しすぎです。大丈夫ですか？新鮮な新鮮な、そう、新鮮な一日環境です。はい。出てくるのそういう癖がね、治れないですね。確かに。6時を過ぎると下ネタが。もっと多分6時になったら止まるか。やばいね。多分 3歳から下ネタ言ってたって。すごい、3歳から下ネタ、子供嫌だ。そういう感じですね、はいはい、だから癖って大事ってことですね、はい、本当にね、癖に良くすればいいとね、そう、いい癖はいいですよ、いい癖は続く、悪い癖も続く、はい、それで、制裁ポル、ヨドゥンカジ、カンダ、そういうの全部プレスで全部こう使うことは、カンダって何？カンダ、行こうって、いざとか行こうって言うの、カンダ、はいはい、いいですね、だからそういうプレスをちゃんとこう、はい、思えれば、はい、まあ、他の言葉でもすごい利用できるんで、まあ、そういうことはすごいいいなと思って今回ちょっとシールでやってますね、はいはいはい、もうちょっと続けてやってます、ね、続けましょう、はい、じゃあね、ことわざの癖を続けていきましょう癖は何だっけ、もう一回、癖はポルポルポル、だからいい癖は長運ポル、うん、悪い癖はナップンポル、レオ君いい癖は僕はその運動ね、運動も悪い癖は何
ないです。そういうのは言わない。それが悪い癖だ。それがジャックスだ。